これより古代樹の森の暴れん坊のクエストを開始します。今回のターゲットは縄張りに粘液を吹きつける正体不明のモンスターです。それではターゲットを探し出し時間内に狩猟してください。
設置した癒しの煙筒から発生する煙には体力を徐々に回復させる効果があります。クエストクリア、おめでとうございます。